チップマウンターの外観チップマウンターの内部、電子部品の供給装置マウントされた部品の例。チップマウンターとは電子部品をプリント基板に配置する装置である。表面実装機とも呼ばれる。表面実装タイプの電子部品は、ハンダ付けの前にプリント基板の表面に電子部品を配置する必要がある。この工程を担当する装置がチップマウンターである。 チップ型の電子部品は、リール状にまとめたもので、テープフィーダーと呼ばれる専用の供給装置にセットして自動供給する。また、QFP 等の大型部品は専用のトレイに入れられており、それをトレイ供給装置にセットして自動供給する。ハンダ工程の種類により、実装前の処理が異なる。通常は、クリームハンダ印刷機と、 メタルマスクと呼ばれるマスクを用いて、プリント基板のランドに、クリームハンダを塗った状態で、電子部品を配置する。場合によっては、電子部品を接着剤で固定するために、ディスペンサーと呼ばれる装置での全処理が必要となる。世界シェアは、1パナソニックスマートファクトリーソリューションズ、2富士、3シーメンス、ヤマハ発動機であり、パナソニックの1968年以来の主位が、 続いている業界である。基本的には供給装置から供給された部品を装置のノズルが吸着し、それを基板の目的の場所へ搭載するという流れである。この時、部品の搭載精度を高めるために専用の部品認識カメラで測定して補正を行っている。チップマウンターはロータリーマウンターとモジュラーマウンターとに分かれる。前者が旧型。 後者が新型であり、主に微小チップを高速に搭載、様々な部品に対応する。かつては、ロータリーヘッドにより、部品の吸着と搭載を同時に行うことができる、ロータリーマウンターが圧倒的に速かったが、最近はコンパクトであるが、搭載速度が遅かったモジュラーマウンターが、各メーカーの工夫により高速化されたため、ロータリーマウンターのシェアは下がり、昨今では、 マウンターといえば、モジュラーマウンターを指すまでに一般化している。ロータリーマウンターは、搭載速度装置が非常に大型になり設置作業も大変であった。ここまでを日本大手3社と呼ぶ。ここまでを日本大手4社と呼ぶ。ありがとうございます。